いやいや危ない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 、佐久間さん危ないってマジで。え？おお。牛乳が消えました。なんで？どこにでもある新聞なんですけども、皆さんね新聞の本当の使い方分かってる。これね。ああやばいやばいやばい。ああすごい。ちょっとそれ教えてないな。はい、何ですか？アルピーチャンネル。どうもアルピーチャンネルです。お願いします。お願いします。さあ今回はですね。はい。ちょっと我々が、うん。もう一ランク上に行くために、うん、特技が必要なんじゃないかということで、我々ないじゃないですか。特技は確かにないですけどね。一個特技やるとボッてテレビ出れたりとか。特技で出るテレビって、ろくなもんなくないですか。やめよっかじゃあこの企画、うん、この企画やめますもう今日は。特技で本当の意味で上り詰めた人見たことない。見たことはない。チラチラとは出れるけど、うんうん、ということで今回はですね、はい、マジックを習得しようということで。マジック、はい、マジック界のメッシと言われる。マジック界のメッシ、メッシが今日来ます。こちらの方です。どうぞどうぞお願いします。どうもよろしくお願いします。マジック界のメッシ、サイクロン Z です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。サイクロンさん来た。こちらを1枚ずつ持ちます、はい、1枚ずつ、はい、まあ、半分に破きます。タケノコニョッキゲームっていうのを知ってますよね。大好き、はい、タケノコニョッキ、ニョッキ、キって言ったら、うん、そのゲームを、はい、わかりました、はい、で実際にこう伸びる感じのイメージを立てましょう。え、は、はい、リアルタケノコニョッキ、ニョッキ、キ。1ニョッキ、2ニョッキ、三ニョッキー。あー、三ニョッキー。伸びる伸びる。いやー、よいしょー。うわ、すげえ。これがリアルタケノコニョッキッキーです。すごい、こんなんあるんだ、すげえ。ちょっとあんまり触らないで。え、なんでですか。情緒情緒がやばいですよね、サイクロンさんって。基本今日はお二人に、ちょっと覚えてもらいたいものを用意してますので、はい、うんうん、これ見てる人にもパッとできるような。そうですね、ちょっとその練習だけしてもらって。おら、いい、楽しそう。できると思います。はい、はい、まずちょっとこちら牛乳を用意しました。はい、うん、お、飲みました。これがまず一つですね。え、はい、確かに。なんか牛乳いただきました。今飲んだんですか。飲みました。さあ続いては、うん、新聞紙と、コップを使ったマジック。中には牛乳が入っているコップを用意しました。はい、ちょっとお持ちください。ありがとうございます。普通に入ってます。新聞紙を折りたたみまして、はい、注ぎます。いやいや、危ない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 、佐久間さん危ないってマジで。体感ちょっと汚れちゃう。汚れちゃうよこれ多分。なんですけども、ゆっくりと、え、おー、牛乳が消えました。なんで。え、これ見て大丈夫ですか。大丈夫です、なんもないマジで。すげえ。こちらスタッフさんの iPhone から。まあ、うん、iPhone マジックはこれ居酒屋とかでできるやつ。そうだ、持てるやつだ。今日は計算機を iPhone に入ってます、うん、はい、あ、この6つですね。6です。6を6つ押しました。怖っ、はい、悪魔の数字。悪魔の数字、悪魔の数字を処分いたします。え、処分。え、あ、あれ1個消えた。消えた。あ、食べちゃってる6を。サイクロンジェットさんが。うわ、あ、すごい。さあそれでは先ほどの数字をもう一回使います。え、うん、はい、この数字今何ですか。666が、うん、6が6つ。6が6つです。一瞬で9にしてみたいと思います。いや、それ無理でしょ。9、よく見てください、うん、いきます。3、2、1、5、9です。ああ、
こういうのもやるんだ、サイクロンさん。これ地方営業のあれでしょ、うん、地方営業でも使えないですでも実際にこれなんかあるわ。3、2、1ってやると、おすげえ、本当に9になります。おなんで今のだから真ん中のは透かしだ。そうだわ、まんまとだ。うん、なんかその解説恥ずかしいですいやだからやめてもらいます。いやでもすごいすごい、驚きだけくる。アルピーチャンネル。じゃまず6を6つ押します。これ分かんないよな。これ終わってください。はい、で、まあこう今フィルターついこれついてますけど、あ、ここかできちゃいましたね。うん、あ、そう、機能があるんだ。これ実はですね、iPhone の機能なんです。へぇ、じゃあ9でもできるんですか。そうです。あ、わかりました、ありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。今のなんかさっき見てたらそんな感じだったなと思って。そうそうそう、で、吸うふりして、そう、これ、うん、で吸い込んだ時にやると、うん、消えた感じがするんです。吸った方がいいんですね、だからね。そう、吸わないと普通にただこうなぞって消してるだけ。なるほどね。そうそうそう、一回じゃあ吸いのやつ、はいはい、なんかタイミング難しそうだね。難しそう。一回吸って、ちょっと、おい消えた、あれ、まだだ。あ、消えた。おいおい、ロックがすごい。どういう吸い方してんの、それ、ね、え、吸い方なんか問題なんですか。舐めちゃって、舐めちゃって、やった方が、それで、それ結構いいっすよ、うん、これ。いやいやいや、一回こう、絶対これだから。じゃ俺のでやってみてください。絶対そっちの方がいいから、その躍動感が出るっていうか。本当にマジで一回、うん、ほら、めっちゃいいじゃないですか。なんかいい、なんか食べちゃってる感じする、6を。これのやり方を、じゃあ、はいはいはい、ね、実は、6を6つ押してんじゃなくて、うん、実は3を6つ押してます。どういうこと。そして、うん、多数を押します。なるほど。で、6がで、イコールを押すと、そういうこと、倍の6になる。なるほど。つまり、もう一回イコールを押すと、うん、9になります。これを使ってます。はなので、3をまず押してるんですけど、これ実は6をもう一回押してると言いながら見せないで押して、うん、イコールを押してます。はいはいはい。で、見せた時にはここすでに6が出てますけど、これ実は3を6つ押して多数イコールをしてます、うんうんうん、で、ここで、皆さんにちょっとフェイクをかけて、はい、じゃあ9にしますね、うん、3、2、1、はい、はい、9になりました。一旦ね、うん、ふざけんなよってなって、うん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 、でここでみんなちょっとがっかりしてるんですけど、うんうん、実際に戻すときにこの人差し指だけで、うん、イコール押しながら戻します。へー、そうすると本当に9になりました、はいはい、わーって言って、はい、すごっ。そう、これだからちょっと機能を使ってるんですけども、うん、結構不思議な感じに見える。確かに、ね、理屈は、ね、これ6、6ね、6が3、6つ、うん、ね、6が6つ並んでますけどもね、はい、これね、全部ちょっと9に変えちゃおうかなって思ってます。できます？そうだね。できますか、そんなこと。ね、これどうやったら9に変えられるかって、うん、皆さん分かるよってしてみます。よ、やり方全部一瞬にして、一瞬ですよ。本当ですか。うん、できなさそう、ちょっと難しそう、無理そう、難しいんですか、うん、これね、簡単なんですよ、はい、こうしちゃう。なんかなんだよ冗談じゃねえよ、冗談じゃないよ、本当に。もう、ね、ほら、6はあっという間に9だ、これなったけど、これ逆にしてるこれ、だけど、あ、 お客さんでしょうか、バカにするでしょ、バカにするんだけど、ほら、戻したら全部9になっちゃった。おー、本当に、はぁ、すごい、なっちゃったんだ、これ6から9、つってね、6と9で頭打ちな、バカ野郎なんて言ってますけども、それいらないな。いや、俺ね、それいらないよ。マジなこと言って、サイクロンさんこういうの入れてった方がいいですよ。そのただ単純にマジックやるのは、うん、他の人やりますから言うても、機械的なんだよ。そうなんだよ。海外なんか特にそうっすよ、うん、なんか下じゃないけど、このユニークさっていうか、ちょっと、まあ、これ世界の共通言語じゃないですか、そういうちょっと夜のお話でみんなでちょっと笑い合うなんていうのは、うんうん、そういうの入れるとよりなんか、しかもオリジナリティがあるし、うんうん、まあまあね。あ、これか、吸うやつ。これ実は二重構造になってまして、うん、子どもの哺乳瓶のおもちゃ、はいはいはい、なんと、はあ、なるほど、コップが、あ、上の縁を切ったコップが入ってんだ。入ってます、はいはい、その外側と内側の間にミルクが入ってます、うんうん、この量だと。
はい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 、これを重ねると重ねて押し込むと、あー上がってくんだ、上がります。あーなるほどなるほど、すごいな考えた人、うん、そうですよね。中はもちろん入ってないです、うん、はい、で外側のところの水位を、うん、ゆっくりとこの指で、うん、上に引き上げていくと、うん、ゆっくりと自分のタイミングで減らすことができます。すげえ、そういうことか、はい、うん、これ牛乳って見えます？なんかちょっと薄くないですか？薄いな。薄いっすよね。僕の薄いミルクですって言った方がいいんじゃない？あ、そっか、うん、それ言った方がいいかもしれないですね、うん、僕の薄いミルクですって最初に言って、うん、どういうこと？こうやってやればちょっと食べろ僕の薄いミルク、いや、それサイコロさんも気になるな薄いミルクですって言われて、こっちの方が気になっちゃう。薄いミルクの方が気になる。でもこれ言わないと、だってこれ何言ってない。いやだから僕の、うん、酒井の所有物のミルクです。僕の薄いミルク、ややこしいややこしい。コンビニで買った牛乳でいい。いや俺これね、バレると思うんですよ。見てる人もそんなバカじゃないから。じゃ平子さんの薄いミルクですって第三者にしようかな。だからなんか人物のさ、はい、人物のミルクって卑猥じゃない？何かが分かんないけど。どういうことですか？僕の濃いミルクですでいいんじゃないですか？それだったらいいですか？何が濃い？僕のいっぱい濃い。だから説明してよ。僕の薄いミルクって何？だから僕のいっぱい濃いミルクですでいいんじゃないじゃん、うん、いやだから僕のって言わなくていいからじゃん。濃いミルクですとか薄いミルクですっていいよじゃん。じゃあいっぱいいっぱい、僕のつけんない、いっぱいいっぱい濃いミルクですって。でもちょっとマジシャンっぽくやればいい、うん、そうそう、そういう登場してね、うん、いっぱいいっぱい濃いミルクですなんかさ、卑猥なのよ、見たことですか？何？もう一回言って何？いっぱいいっぱい濃いミルクですだから、一回でいいじゃん、いっぱいいっぱい入ってるミルクです、いいじゃん。いや、だから、うん、さっきも言ったけど、これ見てる人がこれどう考えてもミルクが見えない、怪しいのよ。それを言わせない感じの雰囲気で進めればいいんだよ、そこ。一回サイクルさん、もう一回やってみてください、うん、どうぞ、皆さんご覧ください、私の薄いミルクです。よく。いや、ちょっと。いらない。マジで。あ、でもこれはすごい。これは本当にすごい。これすごいやつ。これ行きましょう。これは分かんないもんな。これまず新聞。これ新聞用意しましたよね。はいはいはい、はい。なんと。うん、あ、あ、これも同じ構造なんだ。そうなんです。はい、でも分かります、うん、2つあるからといって同じ構造で違う種類のマジックや、はい、なるほど、はい、紙コップに牛乳入ってますよね、うん、でこれが問題なんですよ。これを見せちゃダメなんです。はいはい、実は新聞紙持ってきた段階で後ろに、あ、そうなんだ、こういう感じで、こういう感じで持ってます。はい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 、はい、これ横に持っちゃうことできますので、うん、これは本当なんです、うんうんうん、これを袋を作りました、うんうん、でこの袋を作った状態でそのさっき持っててもらったプラスチックと違いますよね、うん、はいはい、だから中身が入っているっていうのはちょっと一瞬見づらいんですけど、こう入れます。実は後ろからこういう状態で入れてます。はい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 、はい、中に入りましたよねって言ってる時に、うん、実は紙コップをここに入れて入りましたよねって言いながら、ここで重ねちゃうんだ、ここに落としちゃってるんですね。はあ、はあ、すげえ。これは置いときますと。はい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 、はい、この角度置いときますけど、うん、ゆっくりとここで皆さんここに牛乳入ってると思ってます、うん、スリットが、なるほどね、あ、何もないと、そういうことか、こんな感じです。はい、お願いします、はい、いや、続いてのマジックになりますけどもね、皆さん新聞読まれます？普段から ね読まれてる方、最近なんか紙媒体はね業界全体がしんどくなってますけども、スマホとかでね、電子書籍だったり何だったりでね、まあこういった新聞、まあ今日ちょっと皆さんに合わせて、皆さんおしゃれなこと多いから英字新聞おしゃれな感じでやってますけどもね、まあこの新聞ね、どのところにでもある新聞なんですけども、皆さんね新聞の本当の使い方分かってない、分かってらっしゃらないね。これね、ただの紙ですけども、この新聞でね、これコップが作れちゃう。まあただの新聞なんですけどもね、これミルクありますよ、ねえ見てください、はい、白濁としたね濃いミルクですよ。濃い
濃厚な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 、ミルコロ新聞に入れちゃおうかな。え、今日は入れちゃおうかな。ね、見ててください皆さん、これね、あーやばいやばいやばい、ちょっとこれ、あーあーあー入っちゃった、あーあーすごい、ああちょっとそれ教えてないな。はい、なんすか、あーとか教えてないよ。いこ緊迫感というか、うんうん、俺サイクロンさん足りなかったとこそこだと思います、うん、なんか感情とか緊迫感みたいなのが。お前のスタイルやめろこれ、乗っちゃうやつ、いや、いやでも止めろよ。違う違う、マジで言ってんすよ、最後の一絞り、ほら、あー、うん、これなんですよ、すごい、あーすごい、何がすごいのじゃ、あ何がすごいか言って、あーすごい、何がすごいのだから、あ、あごめん、先輩から電話来ちゃったからさ、おっし行くわこぼれちゃってないかな、あ、ちょっと染み出しちゃってるかもしれない、やばいやばい、それはまずいな、ごめん、ちょっと俺ごめん、俺先輩からちょっと連絡来たから、マジでこれこれ入ってんだけど、入ってんだけど、これビチャビチャになってるかもしれないから、これもうあと、ええ、あ、あ、あと自分で拭いて、じゃあね、すげえ、全然違うよ、ちょっと、はい、なんか全然違う、教えた通りやってくれよ、先輩からとかっていう情報言ってないでしょ。いやでも、あとその全部出して、牛乳中身入ってるの言っちゃダメだよ、最後こっちに移動したっていうの言っちゃダメだから、空っぽになりましたねで置かないとダメだし、でも全部出して、だったら全部出してって何なんだよ、牛乳だから、このマジックは多分オーソドックスなマジックだから、なんか一個なんか乗っけた方がいいっていうか、俺もそうなんですよ、ストーリー性で、いやだからもうそっちに集中しちゃうの、なんかその気持ちが、牛乳が消えることをみんな見たいの本当は最初は。でももうこんなのやり尽くされてて、誰だってやってるわけじゃないですか、ふざけんなよいいのさ、用意してきてたよ、こっちはこちらです、ドン。あー嫌なや、罰ゲーム嫌だな、せーの、やったあれダメだね、いやいやいやダメだねマジかよ、チャンネル登録よろしくね。